馬娘を初めて見るネット競馬さんに対するみんなの反応。妙だな。たまたまトレンドに上がりそうな馬を紹介してるからな。この白々しさ好き。初めてね、ふーん。とぼけちゃってー。たまたま、そうたまたまなんだよな。やはり偶然だったんだなー。やっぱりな。ルメールトレンド1位になっとるやん。CM でダイヤちゃん流すのはまずいですよ。ルメール出たのそんなに大事件なん？今日本で一番勝てる機種が初めて CM に出たのがあれやぞ。俺らの課金がルメールのギャラになってるからな。競馬も馬も。ルメが暴れるにはまだ寒い。もしかして和田さんがオペラを育成してる CM も来る？やっぱり今までのは偶然やったんやなって。偶然ってすごいな。白々しくて好き。今までたまたまトレンドに上がりそうな競走馬のデータを出してたのか。すごい偶然だなぁ。嘘つけ絶対見てたぞ。馬娘について紹介するのは初めてだったかな。言われてみれば偶然馬娘公式と似たようなツイートしてただけだったな。きっとこれからも偶然は続くんじゃよ。そのうち今奈美さんがゴルシー育成してる CM とかも。もう好意的な関係者は、迷惑にならん範囲でいろいろやってもらおう。教えて、福永先生、とかもいいんじゃない？ゆういち、本名はキングヘイローです。アンカツ、的場も話題に触れたことあるからいけるかな？確か的場調教師は小島太一元騎手に馬娘化したグラスを見せられて可愛いと反応してる。2期アニメで喋ってないけどゴルシの隣に今奈美さんらしき人いたから CM も見たいなぁ。実際アプリでゴルシ育成してるし。ツイートにもあるように、リリースを提供いただいた場合はそうだろうけど、新ガチャの情報は提供されないだろうからなぁ。今まで通りの偶然のツイートが続くでしょ。そうきたかぁ。ゴルシ、リアルも CM 出演しないかな。守護馬引退した時に馬娘が続いてたらいけそう。馬のマンハッタンカフェがサンデーサイレンス役で映画出てて守護馬入りしたての時だったから、ゴルシも今 CM 出れそうかな。でも体調面考えたら引退した後の方がいいか。ゴルシがゴルシを育成する CM が見たい。自撮りする馬もいるしできそう。ところでスマホはひづめの圧に耐えるのか？ツイッターしてる馬もおるし。特製のスマホがあるんやろ。グリチャで中川翔子が現状のゴールドシップ他を訪ねて馬図鑑作る番組ならあるな。考えてみろ。今ゴルシが長距離移動するとしたら基本種付けや。ゴルシがそのつもりでウキウキだったのに実際はただの撮影だと悟った時どうなると思う？ゴルシ怒りの馬だっち。気づかないふりをするんだ。フットワークの軽い竹豊はともかく、ルメールなんてよく引っ張ってこれたな。しかも育成してるのがダイヤちゃんとか。当時の勝負服も着て出演なのが本当にすごいと思う。豊さん大好きだからむしろ二つ返事で OK したんやないかな。20度超えてるし、ルメールが冬眠から冷めて地上に現れる季節になってきたな。ユージが CM 出るなら育成とかより再開オペラ王みたいなのがいい。泣いちゃうそんなの。 AR すすずとマリンカなら先月あたりに対面した。僕のパートナーは君しかいない。リュウジが王子を育成してる後頭部をオペラ王がガブガブ噛みついてるんですね。わかります。オペラ王のコスプレするリュウジとリュウジのコスプレするオペラ王を並べよう。フランス人もイタリア人も日本のオタク文化に理解ある感じある。ヨーロッパでは日本の漫画やアニメがかなり人気らしいから理解ある人もまあまあいるんじゃないの。王子が友人を育成する CM だよ。悪しろよ。逆。それはただの史実なんだわ。やっぱ TM オペラ王って神だわ。和田さんがオペラ王育成する CM 流れたら、育てられた側ちゃうんかいってツッコミで溢れそう。育ってないんだよなぁ、オペ死ぬまで G1 勝利なし。どう考えても育成成功だろ。中央戦400勝。重賞毎年勝ってる。重賞馬主から大人気。
コスプレ好き。馬と比べると絶対数が違うけど、騎手にとっても G1 勝利はとんでもない勲章だってことを忘れてる。岩田の目にも涙。迂闊にももらい泣きした。第2弾は池添にカレンちゃんだな。スイープ育成したいですか？いやー、きついでしょ。育成レース中、終盤まで最高峰で池添、いやーきついでしょからのスイープ固有発動して全員ぶち抜いていくで。今波さん×ゴルシとか、和田さん×オペとか見たすぎるわ。これユラカトルメールが北さんと里野の勝負服着て映ってんのがまたすごいよな。馬主にも許可もらってるのか。実装に許可取ってるとはいえ勝負服はまた別だろうから、すごい労力かけてるよね。キングと福永はあるかも。それはそれとして実際の馬がプレイしてる CM ができたりしてな。自撮りしたりインタビューに答えたり競走馬も忙しいな。ルメールさん初 CM なんか、めっちゃいい笑顔とリアクションだったから、離れとは言わないまでも何度かの経験はあるのかと。10日は名古屋でおぐりとアンカツだっけか。オペラオートお気に入りのユックの CM はよ。今までの投稿はもしかしたら偶然かもしれないとは思ったけどこれで確信になったわ。やっぱり偶然だったんやな。限りなく必然に近い偶然が重なってただけやぞ。今になって馬を初めて見ただなんて、競馬関連業種としてもうちょっとアンテナ張っておくべきだよね。川田がニコニコで馬娘やってる CM 見てぇ。馬ぴょい伝説踊ってもらおう。ブリーダーズカップ勝った時、馬上でハートポーズしてダンスのリハーサルしてたしいけるいける。そのうち岡部とかも出てきそう。CM リリースのタイミングに合わせてだから今日なんだが、4月1日にやってれば倍美味しかった。馬娘を初めて見る人は、馬なんて呼び方しないんだよな。これまでのは偶然でいいとして次からどうするつもりなんだ。これからも偶然だぞ。あれが偶然ならそれは奇跡って言うんだべ。偶然がいくつも重なり合っただけやぞ。ネット競馬さんのこういうところ本当に大好き。毎週土曜日に誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。